よろしくお願いします。週刊ウニューです。ウニューっとした動画を作っています。よろしくお願いします。そしてお相手は三好さんです。三好淳一でございます。よろしくお願いよろししくまお願いしす。ます。では、この間作った動画を見ていきましょうということで。共有します。よろしくお願いします。はい。あ、これですね。ですね。これは何の色ですかね。ガンダムカラーから赤 を抜いてるやつああ、ですね。ガンダムは赤抜いてあるから、まあまあですね。はい。まあ、やっぱり、ズームで見ると動きがガタガタするので、ああ、そっか。実際は YouTube で見てもらいたい感じですね。いや、そでもして、かなつりまり、楽しい。ボディービルでこうポーズを決めてる感じで。止めで、だから六角形のところとか、正三角形のところで、なんか意味ありげなつけて止めようとすると、なんか、かえってなんか単調になったので、なんか割と途中のところでも止めてみた感じですね。はい。で、つまり座標的には、横一列、っていうか斜め一列の線がずれない感じをキープということで、まあでも、縮小はしている感じですね。位置的な場所とね。三角格子はキープしているが、伸びたり縮んだりしてると。はい。ああ、そうですね。はい。で、3、なんか、1分だとなんかいろんな場面が入んないかなと思って、今回は3分にしてみました。かなり長尺ですけど、だいぶ、なん か、飽き長ないんです尺、けどね。ああ、長尺だけどループしてまして、で、ずっと違うって言えば違うので、まあまあ、飽きないといえば飽きない感じで。理解されてても気づかないかもしれないけ 気づかないけどね。ああ、まあ、いつかはど。まあ、2繰り分返ぐすらいかっか。ていうとそうでもないんですけど。あ、そしてこの時に、裏にある数理があったので、それをちょっと、おじそうですさんね。に話してもらうといいかな。ですね。これ、あ、そっか、どっかで適当な、岩井もまあ見変たなこととこあろるよ決めうな。て、うん。ああ、そうですね。コメント岩をつけ井も、ると。で、スタンプの方がいいかな。スタンプで×にして、あ、コントロールが難しい。まあ、例えば、この、六角形の中心、まあ一つは三角形に見えてますけど、あれも六角形とみいうんことなで、六角形ですね。で、この中心を取ると、どこも全部正三角形になってるんですね。へえ。で、なんかちょっとびっくりですね。そうそう。あ、これなんあかんまりでも例が良くないかな。良くないような気がしてきた。なんだろう。わざわざグラフィックツールで書いてもらえばいいか。まあ、で、それが、まあ、いろんな説明の仕方はあると思うんですけど、一つ、あれって理解できるのかな？こういう見方があって、まあ、この六角形の作り方から、六角形の頂点を一つおきに結ぶと正三角形ができると。そうですね。六角形を3回対称にしているので、そういうことになりますね。みんなそこを正三角形ですね、そこにあるだからここの角度が120度プラスシータマイナスシータプラスシータマイナスシータプラスシータマイナスシータっの。ていうふうにやってるんまあ。で、まあ、一つ置きだと120プラスシータ、120プラスシータ、120プラスシータになってると。まあ、そういうことで、正三角形になる。で、まあ、なる。こうなんか、
真ん中この変な三角形があって、その周りに、正三角形が3つついてると。うん、ついてる。いうときに、その、まあ、正三角形3つの重心を結んだ三角形は必ず正三角形になるという定理がございまして、おお、これがあのナポレオンの定理と。おお、なんか見たことあったような、なかったのようなで、いわゆる、まあ、あるし知らなかったかもしれない。はい、うん、で、まあ、あのナポレオンってあのナポレオン・ボナパルトだと思うんですけど、ああ、そうなの、ナポレオンの何を言ってるの？いや、ナポレオンが見つけた。あ、そうなの、うん、ナポレオンってそんなことやってたんだ。うん、確かそう。ちょっとあのうろ覚えで言ってるんで間違ってたらごめんなさい。あ、本当に。ナポレオン餃子とか聞いたことあるんです。なんだそれ。関係ないか。あのかぶりもんが餃子に似てるっていう餃子屋さん。ああ。まあまあ関係ないです。まあまあそんなことなんで。まあもちろんあのナポレオンの定理証明しないとそれは言えないんだけど、とにかくここは正三角形になってるということで、だから、証明の仕方は割合簡単なのね。逆に、うん、なんだろう、あの、この図からナポレオンの定理が証明できるかもしれなくて。ああ、そうですか。ああ、うん、逆にね。逆に。ああ、まあ、そうね。解説してるとぐだりそうなんで、あの、ああ、はい、じゃあまあまあ、どこかウィキペディアでも見てもらえば、ウィキペディアは証明は載ってなかったな。あ、まあ、ね、どっかネットを引っ張れば出てくるでしょう、きっとね。多分ね、なんか昨日ちょっと話してたんだけど、この黄色の六角形の中心、うん、例えば、スタンプを変えて、こういうふうに見ると、これは全部三角格子に載ってるじゃないですか。うん、載ってる。で、こういうのも、三角格子に載ってますよね。載ってる。で、どれだ？あ、これじゃない方がいいな。まあ、あ、そうか。これをこうするか。ここって、なんかこの三角形の中心であり、この三角形の中心でもあるんですよね。なるほど。で、なんかその辺を考えて、となんかいい感じになるのかな、うん、よくわかんないけど、まあ証明は別なあの私なんか全然間違ったことを言ってるかもしれない。雰囲気だけはと言うので、はい、はい、大丈夫です。はい、それはまた別の機会に、いや別のページでお願いしますって感じです。なんかまあこれもいやいやあれですよね、万華鏡的なテイストですね。ああ、そうですね。あの縮尺は入るもの、あ、はいはいはい、縮尺違いは入るものの万華鏡、縮小する万華鏡みたいなね。それをメカニカルで作るのは大変そうですけど。まあまあそうね、三角をこう、鏡を三角形に置いてずらすみたいな。ああ、鏡をこう迫ればいいんだ、ギュッて。あまあ、本当に。やったことないけど。ああ、まあね。はい。はい、じゃあ今日はこの辺でいいのかな。ということで、ありがとうございました。はい、週刊ウニュでした。それでは、チャンネル登録。高評価、あるいはコメントをよろしくお願いしますというと、ね。それでは、さようなら。はい、どうも。